大会館、いよいよファンが待ちに待ったゴールデンカード、テリー・ハンセン、壮絶な一騎打ちが始まります。ご覧のようにテリーのファンです。胸にはザ・ファンクス、ミニスカートのお嬢さん方、大いに盛り上がります。反対側、スタン・ハンセンの垂れ幕、すごい興奮に包まれました。大阪府立体育会館、さあお聞きのように最初の入場はテリー・ハンクスであります。果たしてテリーの考え通り、ハンセンを完封なきまでに叩きのめして引退の花道を果たして飾れるかどうか。全国20万人のテリーファンが今夜の対決、固唾を飲んで見守っています。さあ姿が現れました。テリーは言っています。今のハンセンには作戦、秘策、それから奇襲戦法などは全く通じない。ただ思い切って真っ向から勝負に行くとテリーは言いました。いかにもテリーファンクらしい言葉でございます。さあしかし連戦に次ぐ連戦で、もう右膝は完調とは言いません。しかしテリーは今夜レスリング生命と命をかけて戦うと引っ張り言いました。打倒スタン・ハンセン、必勝テリーファンク。今年39歳、生涯最大のファイトを迎えましたテリー・ファンク。さてテーマミュージックが変わってまいりました。今度はスタン・ハンセンの入場。まさにプロレス界に革命を起こす男、スタン・ハンセンの入場。今夜はいよいよ師弟の対決であります。大学の先輩、そしてプロレスの先輩テリーを敵に回し、ことごとくテリーの引退を早めてやると強気の発言をしております。キッチンカン、スタン・ハンセン、今夜はどういう手段でテリーを地獄へ送り込もうというのか。スタン・ハンセン、ようやく乱入してまいりました。ものすごい興奮に包まれております。勝負の方は特別試合、60分の一本勝負で行われます。裁くのはジョー・樋口さん。セレモニーはどうやら吹っ飛びました。予定では日本テレビ並びに大阪読売テレビから花束が贈られる予定でしたが、まず両選手の紹介です。いよいよハンセン時代到来か。スタン・ハンセン、まさに不死身の男です。奇跡の勝利なるか。ロンバット界の宝テリー・ファンク。勝負は60分の一本勝負であります。これがテリー・ファンクの表情。さあ竹内さん、宿命、はい、の対決がいよいよ始まりますが、あ、ご覧ください。このスタン・ハンセンはとうとう馬場鶴太を通してインタータッグのベルトを取りましたね。取りましたね、それだけですね。もうあとはテリーを倒すのみですね。そうですね。さあ今夜ゲストの佐藤明夫選手、ズバリこのいろいろな状況から分析してもハンセン有利は変わらないと思うんですが、どうですか。そうですね、ハンセンは今絶好調ですね、それとテリーはですね、これからの2週間ですよね、タッグトーナメント、この一戦でなんとなく分かるような気がするなんて弱気だったですよ、そうですね。さあものすごい睨み合いから勝負は始まりました。竹内さん、スタン・ハンセンがものすごい睨みを聞かせてますね。非常に鋭い目つきですね。鋭い目つきですね。まるで何か獲物を狙うかのようなスタン・ハンセン、目の勝負ではテリーも負けてはおりません。激しく睨み返しております。さあ果たしてどういうようなハプニング、試合になるんでありましょうか。全く予想できません。竹内さん、はい、今度は一つ冷静に判断して、テリーが非常に不利だということは分かりますけれども、テリー・ファンクがスタン・ハンセンに勝つためにはどうしたらいいんでしょうか。まあ、テリーというレスラーですね、もうファンの皆さんがご存知のようにですね、とてもその例えばその1冊1のですね、2というような力ではないですからね、そのプラスアルファの力と魅力を持ってますから ね、 なるほどね。そこにやっぱり期待をかけたいですね、はい、まさにこの百戦錬磨、戦う男たちのこの両選手の戦いというのは運命の巡り合いを感じさせます。さあテリー・ファンクがトップロープから場外に今落ち込みましたが、すかさずリングの中に入ってまいりました。待ち受けているのはスタン・ハンセンであります。場外ものすごい大歓声に包まれました。大阪府立体育会館、満員6500人。さあどちらのコールでしょうか。どうやらテリーの応援も聞こえますが、竹内さん、スタン・ハンセンの応援も聞こえますね。これはあのコールは五分と五分ですね。本当ですね。場内両選手のコールはまさに竹内さんご指摘のように五分と五分。スタン・ハンセンにも人気がついています。そして不死身の男テリー・ファンクはまさにそれ以上の人気かと思われます。
さあスタンハンセンが強引に勝負を仕掛けてまいりました。エルボーを落としてきて、まず最初のピンの体勢はスタンハンセンが取りました。そして強烈な2アタックを見舞いました。強烈な2アタックで背中を見せます。テリーファンク表を向かせて、今度はチョップ、チョップで打ちます。スタンハンセンが強烈にチョップを打ち込んでいます。佐藤明夫選手、はい、今回のこのスタンハンセンの来日はいわゆるパワーだけではなくて、非常にこのクレバーなレスリングを展開してますよね。そうですね、落ち着きがありますね、やっぱり自信じゃないですか、はい、そうですね、竹内さん、はい、やはり世界を取るためには考えるレスリングをしなければなりませんからね。あ、当然ですね、ただ直線型のレスリングではダメですね。そうですね。さあテリーがやられています。テリーがやられています。館内はテリーコール一色に包まれました。おそらくかなりの同情票があるかと思われます。先ほどオープニングの時にちらっとご覧いただきましたが、もうミニスカートのお嬢さんが12、3人、もう大歓声を振り上げて黄色い声援テリーファンクに送っています。さあテリーファンクの表情がちょっと歪んでまいりました。さあ序盤戦はまさにスタンハンセンのペース一辺倒になってまいりました。竹内さん、ペース争いとしてはハンセンですね。今のところ完全にハンセンのペースですね。そうですね、打ちまくられておりますテリーファンク。しかしテリーファンクにはいわゆる、テキサスブロンコ、テキサスの魂を持った男、ものすごい反発力がありますテリーファンク。まだまだ負けておりません。相手ににじみ寄りました。体を寄せつけます。背中を背負っておりますのは今度はスタンハンセン。どういうような挽回策を頭の中で考えておりますが、さあ3本のロープが揺れました。さあテリーファンクが下だ、テリーファンクが下だ。頭の髪の毛を掴んで、髪の毛を掴んでテリーが引きずり落とした。スタンハンセンを引きずり落とした。ものすごい勝負が、ドラッグ結果リングサイドで起こっている。放送席の目前でテリーファンクが至近距離からドロップキックを見舞いました。あースタンハンセン192センチ135キロがおよそ 7,8 メートル吹っ飛びました。今のは竹内さん効果がありますね。これがやっぱりテリーの魅力ですよね。そうですね、これが逆転のポイントになるかどうか。場外乱戦ではテリーファンクがスタンハンセンを上回りました。さあそしてこの135キロを持ち上げてボディースラム、やるやるテリーファンク。ご存知のようにテリーファンクの両膝はもうガタガタ、試合をやれる状態ではないんですけれども、愛するプロレスのために、日本にいる愛する俺のファンのために本当に死ぬまで戦うと言っておりました。決戦、大阪決戦、まさに命を懸けたテリーファンクのファイトが見られています。おっと今度はパイルドライバー反対に返されました。パイルドライバー返し、スタンハンセン大きく口を開いて息、かなりスタンハンセンも先ほどの場外の試合では伸びていますが、ものすごいニードロップを敢行。しかし生き返るスタンハンセンが喉元にニードロップを打ちました。佐藤さん、はい、普通の選手だったらこれでもうギブアップですね。そうですね、テリーはですね、不利ではありますけどですね、はい、耐えてる時っていうのはテリーは意外といけるんですよね。なるほど、だからそれほど心配ないと思いますよ。本当に我慢強い男ですね。この2人の宿命の出会いというものは一昨年になります。12月の13日世界最強タッグクラマイ決戦で突然乱入のハンセン、テリーは屈辱の場外ウエスタンラリットを送ってダウン。以来スタンハンセンはテリーはテキサスの裏切り者だ、あるいはまたテリーはテキサスの化石になれと激しい言葉で攻撃をいたしました。これに対してテリーは今年の夏引退するが、それまでには必ずスタンハンセンを倒すとファンの前に約束いたしました。そして文字通りの初顔合わせは去年の確か9月の11日東京水道橋後楽園ホールで激突。10分54秒、ロンバスの乱入によりましてハンセンのカウンターアウト勝ち、その後千葉で引き分け、結果今のところ2回戦いましてスタンハンセンの1勝1引き分けとなっております。そして今夜舞台を移しまして大阪決戦、3度目の対決、そしてテリーは引退をかけた対決を迎えているわけであります。さあ再びテリーコールに包まれました大阪府立体育会館、会場は6500人と生まれました。非常に熱っぽい雰囲気の中で試合が行われています。さあテリーがバックを取ってバックドロップ、岩石落とし、テリーのバックドロップ功を奏した。さあティーボールの体勢に行くかどうか、足を攻める作戦、これはおそらく伝家の宝刀スプリングトーホールドへのプロセスかと思われます。しかし打たれなかった左足でテリーファンクの顔面を突き上げています。さあもう1回今度はレッグドロップを見舞いました。非常に竹内さん、テリーも冷静になりましたね。テリーもようやく冷静が取れましたね。そしてスプリングトーホールド1回転、まだ我慢しているスプリングトーホールド、ファンク一家の伝統スプリングトーホールド、しっかりと足を持っている、しっかりと足首を持って2回転できるかどうか。しかし右のパンチ顔面に炸裂、
花柱を強打されました。テリーバンク花柱を強打されました。しかし佐藤さん、はい、今のスピニングトーホールド1回転半ぐらいだったんですが、スタンハンセンにもかなり効いてますね。効いてます、おっと、違いましたね、おっと、どっちのうちですか。どっちですね。テリーの額が切れた。テリーの額が切れました。ダラダラと流れるものすごいおびただしい真っ赤な血、本当に滝のように流れました。いつ切られたんですか、竹内さん。ハンセンのブラスナックルでしょうね。ブラスナックル、手の甲で打ったんですね。これはスタンハンセンの反則行為。これでテリーバンクの顔面が切られました。額から真っ赤な血、額から真っ赤な血。わーっと、テリーバンク奇跡の勝利になるかどうか。スタンハンセン対テリーバンクの大阪決戦。わーっと、体を動かしますとテリーの額から血が吹き飛びます。またしても行く、スプリングトーホールド、スプリングトーホールド。さあ行った、がっちりと足を決めている。スプリングトーホールドが決まっている。さあハンセンギブアップか、ハンセンギブアップか。さあ日本のファンのために血を流しながら戦うテリー。テリーが行った、まさに不死身の男。これだけの血を流しながらもさらに攻める。しかしちょっとうつろな状態。うわーっと、まさに佐藤さん、はい、勝負への執念だけですね。そうですね、起きて足をまた攻めなきゃダメですね。そうですね。しかしまた起き上がりました。ロープを背にしておりますが、スタンハンセン、この意地で何としてもスタンハンセンを倒して引退の花道を飾りたいというテリーファンク。どうしても今夜大阪でまさにこの決死的な試合を迎えているテリーファンク。果たして決着なるかどうか。スタンハンセンも返り血を浴びまして、もう真っ赤に血塗られました。すごい対決になっております。すごい対決になっております。この勝負であります。共にウエストテキサス大学の出身、先輩後輩、もちろん先輩はテリーファンク、後輩がこのスタンハンセン。大学の先輩でありますが、勝負は勝負であります。スタンハンセン、ウエスタンラリアット、空を切った、空を切った。足を、さあ足を取って、またしてもどうしてもスプリングトーホールドで相手を殺すか。レンタの、あーっと、左足で蹴り返したが上肘口に当たりました。上肘口が場外に落っこちました。スプリングトーホールドを切り返したスタンハンセン、上肘口は場外。そしておっと、トップロープに股の間、テリー急所を股の間に挟まれました。ワイヤーロープで急所を打っております、テリーファンク。これはどうか、これがスタンハンセン。スタンハンセンがおっと、ロープを手にした、自ら持っております、ロープを手にした。さあまさに西武の投げ縄を手にした。ウエスタンラリアットの名前通り、スタンハンセンが西武の投げ縄を手にしている。テリーバンクにどうやら首にかけようとしている。大変だ、大変だ。これは反則行為ですね、完全に、まさに反則行為、まさに反則行為。上位口レフリーがまだ起き上がっていません、まだ起き上がっておりません。そして引きずり回す。いや、相手は牛ではない人間だ、相手は牛ではない人間。スタンハンセンがまさに西武の投げ縄で首をぐるぐる巻きにして引きずり回す、引きずり回す。まさにテリーにとっては屈辱的なシーンです。テリーファンは見ない方がいいかもしれません。まさに屈辱的なシーン、テリーファンは目を伏せてほしい、そういう気がします。さあテリーが狂いました。やっとこれで果たして我慢できるのか。まな弟子大仁田敦がまさに心配そうな表情でリングサイドに駆け上がっているが、本当に西武の投げ縄で首をぐるぐる巻き、ぐるぐる巻きにしております。さあもうダメか、テリーはダメか。まさに日本のファンの前で屈辱的なシーン、屈辱的なシーン。テリー我慢できるか、テリー我慢できるか。結果が今告げられておりますが、まだはっきり分かりません。後ほどご紹介したいと思います。さあテリーがものすごい勢い、すごい流血になりました。まだ西武の投げ縄が首に絡まっている、首に絡まっている。まだ解けない、まだ解けない。もう6600人のお客様、あっけに取られております。なんだこれは、すごいすごいすごい、これはすごい、まさに激闘です。この日本のプロレスの歴史、30数年になりますが、歴史の1ページをおそらく飾ることでしょう。これで宙づりにするのか、宙づりにするのか。たまらない、テリーはたまらない。またキャンバスに押した、どうだ、これでもまだ我慢できるか。これでも、あーあーっと、どうでしょうか、どうでしょうか。うわーっと、完全に伸びた。今やっと西武の投げ縄を放しました。わ、またニードラップ、もうやめてくれハンセン、またニードラップ。完全に失神、テリー失神、テリー失神。これ以上試合を続けてはなりません。上肘口がやっと気がついた、上肘口がやっと気がついて、スタンハンセンに抗議。いやー、凄まじいですね佐藤さん。
レフリー止めてますけどね。もうできるんですか、こんな状態で試合が。どうですか、これは完全な反則ですけどね、レフリーが見てなかったということなんですけど、同じ佐藤さん、レスラーとしてどう思いますか。これは同じレスラーとしてここまで試合をやらせていいんですか。なんとも納得いかないあれですね、もうテリーはもう完全に防戦ですからね、防戦というか竹内さん、まさに反撃ができないんですよね、はい、しかしですね、テリーは必ず立ち上がりますよ。そうですか、それこそ不死身の男、テキサスブロンコ、本当にテキサスの魂を持った男、ザ・グレート・テキサン、ザ・グレート・テキサン、テリーバンク、まだ勝負はやめません、勝負はやめませんね。さあ場内が騒がしくなってまいりました。なんだ、何ドリーですね、兄貴のドリーがこれ来た、兄貴のドリーバンクジュニア、わあ、上着を抜いてネクタイをしたのがドリーバンクジュニアが来てたんです。いよいよあさってから始まる世界最強タッグ決定リーグ戦に来日するドリーバンクジュニア、2日前に来ておりました。いやー、ここで兄貴ドリーバンクジュニアが出てきて、さあスタンハンセンにスピニングトーホールド、まだ背広のまま上着を抜いた、ワイシャツ姿のドリーにスタンハンセンが向かいます。スタンハンセンにスピニングトーンホールドを仕掛けましたが、さあ上着のまま、私服のまま、さあ思い切ってパンチを浴びせるドリーがパッチ、さすがのスタンハンセンも場外に飛んでいきました、場外に飛んでいきました。さあ今勝負が作られておりますけれども、大ハプニングが起こりました、大ハプニングが起こりました。リング上はドリーバンクジュニア、リング上はドリーバンクジュニア、もうワイシャツ姿、ネクタイをしたままで、テリーがもうまさに失神状態、死の淵まで、来ておりますので、もうあと飛んでまいりました。来日してたんですね、竹内さん、早くしてたんですね、早くね、そうですね、わーっとものすごい表情で弟テリーが見つめておりますが、今結果が入りました。12分34秒、スタンハンセン反則勝ち、スタンハンセン反則勝ち、大阪決戦はスタンハンセンの反則勝ちということになりましたが、しかしいよいよあさってから行われる世界最強タッグ決定リーグリマッチ、テリーバンク、ドリーバンクジュニア揃い踏みでありますが、竹内さん、はい、今後この三つどもえの対決どうなるんでしょうか。まあ、特にですね、これやっぱりファンクスとですね、ハンセン・ブロディ組の因縁がですね、さらにこれによって深まってきますね、はい、本当ですね。さあ、パパツルカチームもこの世界最強タッグ決定リーグ戦リマッチに参加するんですけれども、佐藤さん、はい、冷静に見てこの三つどもえのリマッチはどういうふうに予想しますか。そうですね、断然ハンセン・ブロディ側有利ですね、はい、こうなればですね、2回総当たり戦ですけれども、はい、パーフェクト優勝ってことも考えられるんじゃないですかね。そうですね、まあ兄弟の愛情を十分にリング上で見せております。これがテリーファンク軍団、日本の若いお嬢さん、胸にはザ・ファンクスの胸の鳥、12、3人ミニスカートを履いてもう泣き叫ぶばかりの、声援を送ったんですけれども、テリーファンク完全に大流血、結局は12分34秒、スタンハンセンの反則勝ちであります。なおそのいよいよ来週の放送でもお送りいたします世界最強タッグ決定リーグ戦、決定リーグのリマッチでありますけれども、 NWA 本部が5万ドル、 PWF 本部が5万ドル、賞金、10万ドル2300円が渡されることになりました。そして3チームの2回戦の総当たりリーグ戦、そしてポイント制で勝負は行われます。ピンフォール勝ちが5点、反則勝ち、それからカウントアウト勝ちが3点、時間切れの引き分けが両者チームに3点、そして負けは0点ということになりますが、本当に竹内さん、はい、もういよいよ始まるリマッチなんですけれども、得点争い全て勝利を収めますと20点ということになりますが、これはもう考えられないということになりますと、まあ、これまでの20点はちょっと無理ですね。そうですね、そして特にテリーファンク、ご覧のように大負傷を負っておりますので、ザ・ファンクスはもう今の時点ではちょっと赤信号が灯りましたね。まあ、テリーがですね、この傷のハンディがですね、どういう形で出てくるかがですね、はい、あの勝負のポイントになってきますね。そうですね、さあいよいよ来週は東京都体育会による東京三大決戦が行われます。まずハンセン・ブロディ組対今大負傷を負いましたテリーファンク、ドリーファンクジュニア、ザ・ファンクスの世界最強タッグリマッチの1回戦、今私の放送席の前を通りました。お兄さんのドリーファンクジュニアのワイシャツも血だらけ、テリーファンクはもう目がうつろであります。早く負傷を言えまして、なんとか東京三大決戦に間に合ってほしいと思います。そして PWF のヘビー級のタイトルマッチ、ジャイアントババ対ハーリーレースのリターンマッチ、そしてインターナショナルジュニアヘビー級選手権チャレンジャーはヘクター・ゲレロと決まっております。もう大観衆に包まれましたテリーファンク、これがテリーファンク軍団、胸にはザ・ファンクス、可愛らしいお嬢さん方の黄色い声援も同じく、
テリーファンク勝負は拾いましたけれども、もう真っ赤に大流血、本当に不死身の男テリーファンク、なんとか生き返ってほしいと思います。テリーファンク対スタンハンセンの3度目の大阪決戦、12分34秒、スタンハンセン反則留学でございます。今夜はこの辺で、大阪府立体育会館からお別れしたいと思います。ゲストには佐藤昭雄選手、そして解説は私どんぐりおなじみの竹内康介さんでございます。竹内さん、ご両人どうもありがとうございました。どうもこの辺でお別れいたします。さようなら。